シエルは今日はサッカー初めてなのよね。そうなの。私、サッカーやったことないの。教えてくれる？オッケー。私、すごい得意だから、教えてあげるわね。二人とも、何して遊んでいるの？あ、サッカーね。私、サッカーとか得意じゃないけど、でも私も最近運動不足だし、ダイエット効果もあるから、私もサッカー一緒にやっていいかしら。もちろんよ。じゃあ三人でやろう。えい！じゃあ行くわよ、私から。えい！キャー！ボールが怖いわ。ボールが私怖い。大丈夫よ。よーくボールを見て、足で蹴るの、するとできるわよ。わかったわ。やってみる。えい！やったー！私、なんとか上手にできたわ。シエル結構上手じゃない。そうよそうよ、自信を持ってやればいいのよ。いくわよ。それえいえい。誰も見てないや。サッカーボールもらおうと。私たちのサッカーボールじゃない？何よあの人。私のサッカーボール返して。何よ、勝手にサッカーボール持ってくなんて信じられないわ。あれは泥棒よ。追いかけよう。はあ、あのサッカーボール、すごい私の宝物だったのに。ああ悲しい。ちょっと、あなた待ちなさいよ。何サッカーボール取っているのよ。あれは私のお友達のものなのよ。のものよ。返してもらうわね。あ、落ちていたと思って、もらっただけです。すいません。何よ、落ちていたですって？私たちが遊んでいたのに、落ちているものなんてないのよ。はぁ、あ。